しまきらチャンネル、やっほー、皆さんこんにちは、きらちゃんです。今日も撮っていきたいと思うんですけど、いや今ね、YouTube 撮んなくちゃ、洗濯物持ってないなとかいろいろ考えて、時間がズル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 いっちゃったんですけど、あ、同時にやればいいんだということで、洗濯物やらながら YouTube 撮っていきたいと思います。すいません。ということで、今日喋っていきたいのは11週目から14週目の体調について話していきたいと思います。いやね、それは11週目前までは割と1週間ごとに YouTube 撮れてたんですけど、11週から14週が割としんどくて、もうなんか動画編集も全然できなかったし、YouTube なんか撮る気すらならなかったしっていう感じだったので、11週から14週はまとめて話していきたいなと思います。話めちゃめちゃ変わるんですけど、今日見て届いたの、リスナーさんから。可愛くない？もうね、いつもリスナーさんからプレゼントをいただけるのが本当に嬉しすぎて、住所を貼っておくので、皆さんよかったら何でも送ってねということで、ちょっとこれ可愛いから置いとこう。はい、ね、11週目から14週目なんですけど、なんかネットとかで見るとピークって8週目から9週目がピークって書いてあるんですけど、私 YouTube でもお話ししたと思うんですけど、8から9余裕だったんですよ。もう全然辛くなくて、つわりはいろんな人の話聞いてると、私は多分めっちゃ軽い方だと思うんですよ。なんかずーっと吐いてたりとか、食べれなかったりとか、永遠と食べ続けないとダメとか、そんな激しいわけではなかったんで、多分割と他の人と比べると楽な方だったなって思うんですけど、11週目から14週目はね、まあきつかったですね。なんか週によって変わるっていうよりかは日によりました。11週と14週の間で、もうこの日はすっごい辛い、でも次の日が良かったとか、本当に日によって分かるんでしたね。何が辛いかっていうのは、やっぱりこう胃のムカムカする感じですかね、が激しくなる。前までは本当夜だけだったんですけど、昼過ぎから気持ち悪くなってきたりとかが多かったですね。体調悪いっていうのはでもそれぐらいなんですよ。気持ち悪い、胃のムカムカがする、何か口に入れてないとしんどいっていう感じがあったので、基本的に私マジで太りたくない性格なんで、太ると本当にストレスなので、食べないと気持ち悪いけど、その食べるものを、基本的にはアイスの氷だったりしましたね。そうだね、氷のアイス、あれは結構役立ったかも。ちょっとグレープフルーツ味ですっきり感もあってね、美味しかったです。あれおすすめ、私はめちゃくちゃおすすめで、便秘もめっちゃ悩まなかったんです。それがそれが本当に嬉しくて、一時期もう初期の頃便秘でびっくりして、1週間出ないとかびっくりして、そこから母に相談してフルグレに変えたら、もうマジで普通の人、普通の食生活ぐらい、妊娠する前の状態に戻ったので、私の体質的にはフルグラがめちゃくちゃ良かった。だから私は妊婦さんにおすすめしたいのが、アイスの氷、ちょっとお腹冷やしすぎたら食べたと思うんですけど、アイスの氷は食べづわりの人にはおすすめなのと、あとは便秘の人にはフルグラをおすすめたいなと思います。はい、てな感じで11週目から14週目はなんとか終わったって感じですけど、もう長いよ、なんかもう打ったら座りになって一瞬だったよって思うかもだけど、もう当時の私にとっては安定期まで長って思いました。ちゃっちゃっちゃん、まあまあ座りの気持ち悪さに関してはこんな感じなんですけど、ちょっと私は人と違う悩みというか苦しんだことがありまして、それはさっきもちょっと言ったんですけど、太りたくないっていうね話なんですけど、昔から私宝塚にいた頃もあって、体型管理はもう基本的にもう当たり前、常、いつもう宝塚辞めてもね、宝塚にいる時はもちろんそうだけど、宝塚辞めてからも体型維持とかは本当に心がけていたので、太るってことが本当にもう自分自身もストレスなんですよ。過度
ソのダイエットしたりとか、なんかラーメンを全く食べない、炭水化物を食べない生活をしてるってわけじゃないんですけども、基本的にずっと頭の端には体型を意識してて、例えば写真撮るときとかまず体型見て、なんかこの服太って見えんなとか、服装でもさ変わるじゃないですか。悪いときにうわこれちょっとお尻がちょっと痩せようとか、そういう目線で見るので、自分自身には結構厳しい性格だったので、それが妊娠してやっぱりまあ、太るじゃないですか。今3キロぐらい太ってるんですよ。もともと49キロ、妊娠前49キロ、163センチ49キロだったんですけど、今この間測って52.8ぐらいだったんで、もうそれで本当に心が病んでます。いやね、これは本当に自分自身のと向き合わなきゃいけないんだけど、まあ産後痩せればいいじゃんってね思う自分もいるんですけど、そんな簡単にやっぱダイエットってできないからこそ、太りたくないなって思うけど、やっぱり食べないと気持ち悪いが続いたりとかして、そのもうなんかネガティブな感情をこうずっとぐる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 しちゃうんですよ。それが本当に座りより何より自分の悩みでしたね。これはなかなかどうなんだろう、共感してもらえるのは少ないかもなんですけどね、どうなんだろう。もっとなんか座りそんなにひどくなかったらポジティブにね、ただ妊娠生活を楽しんだらいい、自分でもちょっと頭の隅で思ってるんですけど、やっぱりちょっと太ってきて、やっぱ3キロ4キロか太ると体型変わってくるんですよ。お尻ちょっとでかくなってきたかなとか、このお腹はさ妊娠してるからお腹出てるの、ただのデブなんじゃねみたいな誰からもデブって言われてないけど、やっぱ自分自身の脳がお前デブだよっていう脳になってるんですよ。病気ですよね。それをどう戦ってます。今も戦ってます。ちょっと洗濯も畳みながらで、ね、頭がおかしいですけど、まあ、人によると思うんですけども、まあ、私はこんな感じだったので、もし今からね妊娠される方とか妊娠今してる方とか、なんかちょっとでも参考になったりとかしたら嬉しいです。そしてもうねママの方とかの YouTube 見てくださってる方に多いと思うんですけど、私はこうだって思うとかアドバイスがあればぜひぜひ教えてください。インスタでも Twitter でもコメント欄でもね、はい、ということで、まあ無事に、まあこの話とはまた別なんですけど、無事に今日で、本当この撮影しているこの今日でね、無事にね安定期を迎えることができました。これはちょっとまた違う動画で多分また話すと思うんですけども、はい、無事に本当に5ヶ月目を迎えることができて、いやめっちゃ安心しましたね。流産してしまうかなとちょっと思ってた部分も結構あったんですけど、無事にこの5ヶ月安定期を迎えられました。ということでちょっとご報告、皆さんありがとうございます。ということで今日の動画はここまでにしたいと思います。皆さん最後まで見てくださってありがとうございました、これからもよろしくお願いします。ではまたねー、バイバーイ。